クリスチャン・キャントウェルは、アメリカ合衆国の陸上競技選手、専門は、砲丸投げ。北京オリンピック男子砲丸投げ銀メダリスト。身長196センチメートル、体重136から145キログラム。ミズーリ州、ジェファーソンシティ出身。2004年6月5日、オレゴン州グレシャムで開催された、競技会において22メートル54の自己記録をマーク。2006年は最も優れた成績を残した年度であり、男子砲丸投げ世界ランキング1位となったほか、年間世界ベスト10の記録のうち8つまでをキャントウェルの投擲が占めた。2004年と2009年を合わせて3度世界ランキング1位に輝いている。2008年8月15日、北京オリンピックでは21メートル09の投擲で、ポーランドのトマシュ・マエフスキに次ぐ2位となり銀メダルを獲得した。2009年8月世界陸上競技選手権、大会ベルリン大会では22メートル03の投擲で優勝した。その他、世界室内陸上競技選手権大会では2004年、ブダペスト大会、2008年バレンシア大会、2010年、ドーハ大会と3度優勝を飾った。2007年にはオーストラリア選手権で優勝した。ミズーリ州エルドンにあるエルドン高校を経てミズーリ大学コロンビア校で学んだ。シドニーオリンピック女子砲丸投げアメリカ代表のテリー・スティアーと結婚。2008年に生まれた一児の父である。2010年ビスレットゲームズにてありがとうございます。